おはようございます。ミーティーデイ当日の朝でございます。1日目ですね、ただいまの時間が朝8時20分、8時半にみんなと集合して、撮影のみんなとも合流して、そして、向かうという感じですね、昨日いなかったリバーサルですねが昨日の夜到着しました。晩ご飯は一緒に食べたんですけど、もう僕とかもなんか落ち着いた後に行っちゃってたんで、あの後にですね、中華食べてる時に来て、ぬいぐるみ僕は持ってきてなかったんで、まずはそちらを渡そうと思います。うん、来ました。朝ですね。おっ、ジャパニーズ、ファイヤーファイター、ファイヤーファイタースタイル、ピカチュウ。For you. Yeah. ありがとうございます、山田さん。Oh, really? At the both sides here. Okay. Thank you so much. Yeah. はい、どうも。よし、やってあげられた。移動いたしまして。よし。かっこいいですね。そう、かっこいいピカチュウ。ベリーかっこいいピカチュウ。イエーイ。はい。撮影当日ということでね。T シャツもらっているんですが、プラスでなんとですね、ジャケット、ここですね、今回の GO トラベルの専用のジャケットをいただきました。すごいよね、撮影用っていうか、もうすごい、もう T シャツもジャケットもいっぱいあって、みんなにこれ配布されてます。まあ、サンフランシスコ、正直寒いんですよ。で、サンフランシスコで、パーカーとかね、普通に羽織って、まあ、持ってきてたんで、それ羽織って動こうかなと思ってたんですけど、もうこれの方が断然あったかいので、もうこれ使っていこうと思います。なんか背面もね、これ入ってますね。あとはこれですね。はい、 GO トラベルリサーチはキャップ帽子ですね。はい、こんな感じ。いいよいしょ。キャップね、浮いちゃうんだよね。頭がでけえから、まあ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 いいか。はい、 OK。 はい、こんな感じ。そういうことだよね。はい、ただちょっと実はね、大きいんだよね。L サイズ、アメリカの L サイズだからまあでかいんですよ。だからちょっとワンサイズ小さいやつがあったらそっちの方を着たいんだけど、まあいいか。あったらちょっとお願いしようと思ってます。よし、ということでみんなと頑張っていこうと思います。まだちょっとリバーサルしか来てないので、さっきのね、リバーサルとダニエルしか来てないので、残りのみんなが集まったら多分いい感じだと思います。はい、グッドモーニング。What's up? Hey. What about? Hey. Hi. 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 Another camera. Yeah, we are here. Live in action. Where did Versa go? Where's Rev? Hi. Ohio. Ohio. Ohio? Yeah, Ohio. No, this is California, not Ohio. No. I feel safe. Hey, Holly. Hi. Good morning. Hi. Good morning. Hey, can you hold in your backpack? Yeah, sure. Thank you. Wow. なんだよ。体大きい。なんだよ。野生のトドグラ発見でーす。ゲットしていこう。よいしょっと。お、エクセレント。いやでも、3回目続く厳しいぞ。そうまくいかないんですよ。エクセレント2のワット。ねえ、うまくいかないんだ。Thanks, mate. You're welcome.とりあえず撮影の、現場ですね。なんかインタビューとかを今回も撮るらしいんで、そこに来ました。建物がね、すごいあそこにずらーっと、ね、赤いのが並んでて、あれは何なんだろう。全部それぞれ、あれは何、はい、え、あ、真ん中、あー、なるほど、これか、はい、あ、本当だ、なるほど。キングチェア座ってやるんだって。You speeding? Speed? Okay. Yamada's first question is, where are we right now? And by that I'm saying San Francisco. And why are we here? どうしてますか？はい、僕は、まあ、なんでサンフランシスコにいるかというと、まあ、今回の、ポケモン GO トラベル、リサーチツアーでみんな一緒に回っている、みんなと一緒にここでEV ですね、コミュニティデイの EV に参加するために今来ています。That's great, perfect. Thank you, Yamada-san. Perfect. Yeah. 野生の楽屋、久しぶりに見たな、俺。
OKAR でちょっと見てみようか。Oh, we need to go? Yeah! ああ、もう行くって言われちゃった。Gotcha! OK、ガチャ。ああ、OK! Wait! OK! タープ捕まる !OK! もう。よいしょ、よいしょ。はい、OK! ゲットできた ?OK! できた。うーん、アメリカさん。2度クイーン野生ゲットだぜ。さあコミュニティデイン始まりました。11時になっております。11時2時ですね。僕はただいま炊いたお香がまさかのコンパン。コンパンはいらない。いい部位を出せ。メガストライピーノーリベジグザグマ撮ってるよ。ジュオ、おはよう。おはよう、コミュニティデイ、スタート。コミュニティデイ、ナウ。イェイ、ナウ。みんなで撮っていこうと思います。あ、なんか、コミュニティデイやりながらちょっとこなすミッションになるんですよね。頑張っていきたいと思います。さあ、2匹出ています。タップしましょう。ゴーキブイの。ジュオ。おーイェイ。Yes! That's my first one! やったぜ !OKOKOK! ゲットしよう。めちゃめちゃ今撮影中だけど、めちゃめちゃ撮影中だけどゲットするよ俺。普通にゲットするよ。OK?OK? よし、行くぞ。やばい。なんか、指示待ち中だけど行っていいのかな？これ行っていいのかな？これ行っていいか？1回目。2回目 ?OK?3 回目。こっから ?OK? ゲットです。よーし、OK! いや、食べない。言っちゃっていいかな？アクション。OK! よっしゃー！ゲットできたー！アクション言われたけど、ゲットできたー！よし！カメラがでけえ！話してるとカメラがグイグイ入ってくるんじゃん！EV! EV! Yes! Japanese! EV! 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 OK! さあ。もうスタートしてからもう15分だからあと2時間45分の中で最も、ちっちゃい EV を見つけた方のチームの勝ちということですね。いやーすごいもんもらった。ポケモン GO フェスト2018の T シャツオフィシャル。フェイクールですね。めっちゃかっこいいです。かっこいい。クールクールです。かっこいい。かっこいいです。はいはい。そう、かっこいい。すごいです。そうニックニックへ日本語勉強中だから教えてる。はい。勉強。Very bad です。スタッ。Everybody、練習してます。さすが。うまい。さあ、色違い出るのか。おー、シャープ。おー、早いな。僕は引っかからなかった。残念。ジオ、もう2匹目じゃない？リバーサル2匹目だよ。早いな。まあ、僕は一番ちっちゃい子、軽い子頑張って目指していきましょう。どうかな？取れたらいいんだけど。サイズ見ていこうか。1回目、2回目。サクリ、オッケー。サイズはいくさ。よいしょ。まあまあ小さいぞ。軽いぞ。4キロ。XS。じゃあ、Hey Daniel、No shiny, but small. XS。イルミゼ。イルミゼ。イルミゼ。お、ずるいな。ご、イルミゼ。お、かっこいい。This way?This. Here. Yeah. Okay. 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 ちょっとイルミゼ取ってきます。I got イルミゼ。Yeah. どこだ？どこだ？イルミゼ？イルミゼいるかな？あ、いた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 。タップ。タップ。OK。三匹目。こっち来てから3匹目のイルミゼ。すごい、あのね、みんなが教えてくれるようになったんで、俺がイルミゼ集めてるんだって言ったら、あ、もうすぐあそこだよみたいな感じで、僕が気づいてない時に教えてくれる。ありがてえ。みんないいやつらだ。助かる。日本のみんなに届けられる。もうアメリカとか行けねえよみたいな、そんな方々のためにね、どん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 ね、確保していこうと思いますよ。あー、EV 残念。こいつは色違いではない。よし、早いな。そしてここの EV もタップしておこう。よっしゃー、シャイニー、イエーイ、正解です。やったぜ、2匹目。オッケー、これ色ちいね。こいつをあれで撮りたいね。できることならば、あ、呼ばれたかな、山田って呼ばれた気がする。まあまあいいや。はい、これが小さいと嬉しいです。さっきの4キロよりも軽い、3キロ台とか出たら嬉しいな。最小っていくつなんだろうね。各タイプのちょっと最小は俺は見たことないんだけど、 XL、
めっちゃでけえ逆イエーイシャイニー2匹目ドゥ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 イエーイわーわーイエーイシャイニーよし、いいなぁ、ホリー、シャイニー出した。じゃあ、俺もタプシゴー。よし、わー、it's been an hour. 若い、今日は撮影がメインなので、今1時間ほど終わったんですが、今から移動みたいです。残念ですね。今日は EV を効率的にやっぱりゲットすることはできなさそうです。まあ、一応撮れてるけど、はい、まあでも明日その分ね、しっかりとあのプレイする時間もいっぱい撮れるよっていうふうに言ってくれてるので、まあ、明日に行きたいかな。OK!、はいまさか日本の方とちょっとお会いできると思ってなかったんで、まさか、ちょっとびっくりしました。びっくりしました。そうですよね。はい、山田さん、お会いできて嬉しい。いやいや、ありがとうございます。そう言っていただけると嬉しいです。はい、EV 撮れてますか？撮れてます。本当ですか？はい。色違いどうですか？今のところ4つ。早い。はい。本当ですか？はい、調子いいです。え、結構日本とアメリカ、もう行き来してらっしゃる感じですか？年に1回かな。こっちに住んでるんで、はい、あー、なるほど。子供が夏休みに来て、Cool. Okay, let's go. 行きましょう。Okay, ありがとうございます。すいません、ありがとうございました。ありがとうございました、本当に。ごめんなさいね。まさかね、本当日本の方とお会いできるとは。あの模様を多分ね、公式の YouTube の方でお話ししてるところ映ると思うんですが、あのね、あれだったんですよ。今回僕があの空港の中でね、カメラ、まあ、回す内裏あるんですけど、そこでお声かけいただいたあの僕のことね、ご存知の日本の、トレーナーさん。がいらっしゃって、でその方が本当にたまたまですよね。はい、早いな。オッケー。ちょっとたまたまあのお会いできて、ご挨拶できてよかったです。でもみんなもう車乗ってるんで早くしろと。撮影ここでやろうって言われたのに終わった瞬間早くしろって言われて、すごいもうスピーディーですね。何もかもね。撮影がスピーディーです。Thank you. Okay. Thank you. はあ、急ぎます。ありがとうございました。助かりました、本当に。はい、よし、行ってこよう。やばい、急げって書いてるから。はい、乗り込みます。はい。うわやらかした。マイクの電池が切れておりました。まあ、チェンジしたけどね。こっからはちゃんと撮れてると思います。どっから撮れてないかな。まあ、とにかく、ランチ行ってきます。みんなとね、コミュニティで終わりました。さっきともブランドンと多分会話は撮れてないかな。すげえ結構楽しく話したんだけど、もったいない。マシャラシ。OK。はい。ですね、お昼行きますみたいなところからいきなりホテルに飛びましたが、ですね、今回まさかまさかのですね、まあ、公式さんの PV 見ていただければ、PV っていうかその、リサーチツアーの動画3、パート3がそのうち上がると思うんですけど、そちら見ていただければ分かるんですが、まさかのですね、ナイアンティックさんですね、の本社の方に、お昼の後にちょっとお邪魔してて、まあ、お昼がてらお邪魔しまして、で、そこでもね、ちょろっと動画撮ってきました。まあ、中はね、僕ら、クリエイター側の撮影は NG だったので、基本的に今回撮っておりませんが、まあ、そちらの方でね、ナイアンティックの本社でどんな感じになってるんだみたいなものがちょろっと映りますので、そちらの方見ていただけるかなと思います。あれしようと思ったんですよね。よーいしょっと、こちら。はーい。色違い EV をね、相棒にしてたんですが、今 3.5 キロまで来てるんですね。で、10キロ歩くことで、AP or ブラッキー固定ができて、で、これからの時間で、あと2時間ぐらいしたら、この辺も暗くなるんですね。そうなるとブラッキーが作れます。今回ね、カラーリングとしてはね、色違いブラッキーを真っ先に作りたいなと思っていたので、今から、この街をちょっとね、ブラッと散策してから、戻ってきてから、そして、あれしようかなと思います。進化させて今後の動画を終わりにしましょうかね、と思っています。はい、それじゃあ、6.5 キロ歩いてきます。行ってきます。はい、ということで戻ってきました。ただいまの時間が21時51分。だいぶ時間かかりましたね。まあ途中ご飯とかも食べてたんで、あの日本食ね、びっくりした。アメリカの日本食のそう、まあ、こんな言い方したらあれですけど、どれくらいなもんなんだろうと思って食べてみたらめちゃめちゃ美味しかった。うん、天ぷらも塩サバもすげえ、まあ限りなく日本だったね。まあそんな話はどうでもいいんだけど、ですね、サンフランシスコの街の中で、まあ正直ね、距離稼ごうと思って 6.5 キロぐらい、ちゃちゃってやろうと思ったら同じところぐるぐる回れば終わったんですけども、せっかく新しくできてる場所なので、触ったことがないポケストップを触っていたんですよね。そしたら結構そのサンフランシスコの街がアップダウンが激しいので、そのアップダウンで結構そのもう
スピードが出せなかった歩きのね、10時回る前に終わってよかったです。それでは、EV の方の距離なんですが、はい、10キロが終わりましたね。はい、ということでこの EV を今この相棒から外さない状態で進化させれば、ブラッキーですね、日本語名ブラッキー、こちらに今なってくれるはずなので、昔の仕様と変わってなければ、こちらちょっとやっていきましょう。せっかくならちょっと音出しておこうか。それではやっていきましょう。色違い EV エボルブ、はい、エボリューションエボルブゴー。はい、相棒から外さずに10キロ歩いて、夜進化させるとブラッキー、昼間だとエイフィー、という仕様から変わっていないはず。さあどうだ、よしきた、耳の青がかわいい、かっこよくてかわいい、アンブレオン、アンブレオンかな、アンブレオン、うん、だと思います、読み方はね。はい、ラストリゾートになってます。あーよかった。ちなみにこの子個体に際して強くないんですよね。はい、ですね、低いですね。僕の方の動画ではね収録してないんですけども、はい、ブースター、は終わってます。ということで残りはサンダース、シャワーズ、そして AP の、3種でございます。まあそんな感じですね。ということで、コミュニティで1日目が終了しました。それでは、今回はこれで終わろうと思います。最後までご視聴いただきましてありがとうございました。もしよろしければグッドボタン、チャンネル登録よろしくお願いします。明日のコミュニティでも頑張っていこうと思います。それじゃあ、また別の動画でお会いしましょう。バイバイ。